英語で楽しむ信長秀吉家康と戦国時代第10話弟信行の殺害今日は最初から巻き気味いつもの2倍速だよでは本日の課題をとっとと読んで Section10 小田信行、1つの信長のお墓、attempted to murder 信長と誘っていたときにとても悪いです。 Nobunaga pretended to have an incurable disease and wrote to his brother saying, Come to me so that I can turn over to you the headship of the family. When Nobuyuki came to see Nobunaga, Nobunaga secretly slaughtered Nobuyuki. 織田信之は何者上信長信長の、えー、兄弟のうちの一人。ってことは、これ信之の説明ですから、このカンマは文法用語でいう同格、まあ、すなわちぐらいに訳せばいいかな。そして、上信のうちの一人って意味なんですが、 ウワンノブと来たら、いつでも何とかのうちの一つと訳すとは限らないんですよね。え条件がありまして、ワンノブの次に、ザ、あるいは所有格がいて、そして後ろに複数形がいる。えこの条件を満たして初めてのうちの一つと訳しますね。最上級がいることが多いですけど、まあ、これはオプショナルです。A の例文見てください。ワンノブの次に、ザ、シンボルスね。ザと S がいますよね。だからこれは、象徴のうちの一つという訳で結構ですが、もう一つ、ウワンノブの次に、抽象名詞が来ることがあるんですよね。抽象名詞ってのは王にして数えませんから、 数えないのにのうちの一つってのはおかしいでしょ。だからこういう場合はそうやって訳しません。こういう場合はこの1はですね、なんか前に出てきた名詞を指すわけですから、それをね、代入して訳してください。この図はオプショナルでいる場合といない場合がありますね。 B の例文だと、one of happy domesticity。この単語、えー、家庭っていう抽象名詞です。まあ、してや、座もありませんし、S もついてませんね。だから、これは当然のうちの一つではなくて、前を指す名詞。前というと、この場合、アトモスフィーを指します。one はあの、atmosphere。雰囲気と訳して。だから、そのホテルの雰囲気は、えー、暖かい家庭の雰囲気だともう一回雰囲気と代入して訳す。これが定石ですね。 はい、その目で本文をもう一回見てみますと、えノブナガズ、ここに S がついてますね。えー、いわゆる所有格。それから、ブラザーズも、これ複数件 S で,ですね。はい、だからこれは確かに、ワンノブは、のうちの一人で結構。えー、次は、アテンプティドトゥー不定詞で、何とかしようとするえーと、アテンプティドトゥーのトゥーは不定詞のトゥーですから、このマーデー、これは動詞です。 誰々を殺害する殺す。したがって信長を殺害しようとした。はい、アンドが出ました。確認。アンドの次が、ユーザープ。これも動詞。したがって動詞と動詞が並列ね。えー、ま一丸二の関係となるでしょう。ユーザープワンズポジションで誰々の地位を奪うという決まり文句です。えー、もちろん信長の地位を奪うってことですね。では全体で、信長の弟の一人である織田信之は、 信長を殺害し、そして、えー、信長の地位を奪おうと画策したのであるぐらいかな。信長にとって変わろうとしたなんて言ったですね。え、と make matters worse、はい。熟語です。さらに悪いことに。Many of the vassals、vassals、vessels, 家臣の多くは、s イリ e ウィズ・ダレ誰レ、誰レの側につく、誰レに味方した、なんと弟・信行の側についちゃったんですよね。 そこで、信長、pretended t o f t h s pretended t o f t h s なんとかするふりをした。I、はい、have an incurable disease.incurable disease、えー、で、不治の病にかかっている。えー、ハブは患っているとかね、はい。そういうふりをした。さあ、and が出ましたよ。ここ注意して。and の次はね、もちろん r o とう動詞ですけど、問題はここ、時制、r o とう過去形ですよね。となると、並列になるのは これ、ハブだとこれは原型だからここじゃなくて、はい、過去形のとこ。だからもう一個手前のプリテンディってね。これが丸一番となりますね。 えー、right to 誰々で、誰々に手紙を書くという意味ですね。まあ、ちょっと時代劇っぽく書簡を送ったとかね。それからね、手紙っていうような単語が来てからスイングっていうと普通、なんとかという内容の手紙っていうふうにね、えー、使う。えー、このスイングの使い方よく出ますから知っといてください。今から言うような内容のね、えー、書簡を弟に送ったというわけですね。じゃあその手紙の内容。c a n e to me, え、我に愛いに参れ、かな。さあ、本日のポイント、s o that can という公文です。まあ、なんとかできるようにと一応訳するんですけどね。 それからもう一個のポイント。turn over chi to 人で、人に地位を譲るというね、まあ語法なんですけども。でもちょっと待って、to you が先来てるんですよね。えー、で、地位の方がね、後ろの the head s h i p of the family。これ、まあ日本で言う家督ですけどね。だから、お前に家督を譲ることができるように。一応直訳ね。ここちょっと順番が入れ替わってるっていうところをちょっと後で研究したいと思います。まあ意味はでも取れますよね。えー、お前に家督を譲ることができるように、俺に愛に行こうって言ったわけですね。 はい。when 信行 came to see 信長。それでそれに従って信行が信長に会いに来たとき、信長は secretly、ひそかに slaughter。これも誰々を殺害した、惨殺したとかね。はい。信行を惨殺してしまったのであるというね、悲惨な話ですね。本日の英語公文のポイント。そう h っとなんとか can、ね。さて、えー、そうっと that を使う公文っていうのはですね、まあ、現代英語だけに限定するんだったら、もう大体この2つのどっちかですね。 1>, え1番の方、そ形容詞または副詞、えー、ざっとせず、えー、これは大体中学校レベルで普通押さるんですけど、あまりにも形容詞または副詞なので、点て点んてんてんするというふうにね、訳せばいいわけですね。えー、例えば下の例文ですが、はい、so busy、とても忙しかった、今日、はい、なのでざっといいか、私は時間がありませんでした、朝食の。まあ、これはこれでいいですか 一方今日出てきた2番の方そうだとこのソーとだとが隣り合っちゃってこれでここに主語が入ってから大体、まあ、いいキャンかウィルのどっちかがいる場合が多いんですけどね後ろから訳し上げて点点点できるようにあるいはするように、まあ、キャンの時はできると訳しましょうかできるようにこれでどうのこうのするというふうにね訳すわけですね ただ、この構文の面倒くさいのは、辞正の位置ということがございますので、前半が過去辞正の時は、それに合わせて、後ろ、キャンじゃなくて、クドゥ、ウィルじゃなくて、ウドゥね、ここに変わる。こういうのを時制の位置と言いますけどね。まあでも、よくわかりません。後ろできるようになしは後ろするように、前半したとなりますよね。 え、下の2個目の例文、そうざっとくるになってますよね。今度はそうとざっとが並んじゃってます。えー、で、後ろから訳し上げて、良い席を取ることができるように、で、前半、家を早めに出たとなりますが、ここの Left、ここが過去時勢だから、ここくるとね、時世に一応してるわけですね。本日の英語公文のポイント、その2。多動詞全知 b A。 ま、英語を得意とする方でもですね、盲点とするのはこういうところなんではないでしょうか。ま、グたグた言う前に下の A と B の例文をですね、一回画面を止めてご自身でえ撮れるか解釈してみてはいかがでしょうか。えー、いかがでございましたでしょうか。 えー、ある程度英語を勉強なさった方でしたら、share A with B という語法は知ってらっしゃると思うんですよね。A を B と共有する。えー、ところがですね、これ語順がね、with B の方が先に来て A が後ろに行くってことが起きるんですよ。えー、その時見やすくするためにこの with B のところをカッコでくりましょうか。そうすると、ここも with San Francisco をカッコにくくって、で、サンフランシスコと、で、後ろの danger、この danger が A に相当するんですよね。これを共有するというわけね。 be struck by 何とかに見舞われる ?devastating 壊滅的なアースクエイク地震に見舞われる危険をサンフランシスコと共有している。これが直訳ですね。 B の方はいかがでしたか ?Add to 何とかを増すと読んでしまいました確かにそういう場合もあります。ありますけど、そう読んじゃうとですね、ここ、The example の後ろに、that と関係試しの集約が見えましたか ?you already have で、皆さんが持っている例を増やしなさいって読んじゃうとさ、この後ろのどうが余っちゃうと思いませんそこでもう一回文構造を考え直しまして、a n d にはもう一個この Add A to B という語法があるですね。ところが、この、えー、語法もまた To b の方が前に来て、Ad to B A とこういう語順になることもある ですよね。 えー、そこで、えー、またしてもこの to の to b のとこをカッコでくりまして、で、A に当たるのが後ろの those でした。この those は前の複数形、すなわち the examples を受ける代名詞。で、またここに関係代名詞の h a t の省略で、I have written on the blackboard までなんと関係代名詞です。と、私が黒板に書いた例を、で、皆さんがすでに持っている例に付け足しなさいとこう言ってるわけですよね。まあ、学校の先生かなんかの文章ですね。皆が教科書に載っている例文に、今先生が黒板に書いた例をね、写しなさい。 とか言ってるわけでしょうねちなみにいわゆるアッドトゥーの時はね無生物が主語になるっていうこともまあヒントになると思いますけどねさあこれを教訓とした強化を一つ作ってみました銀ジモス他同志の次に前置しあるならばそこを飛び越え次が目的 <noise> って意味わかりますよねまあ、こんな感じになります そんなことよりも、なんでこの A と B の位置が入れ替わるんでしょうかね。一つの説明としては、この A の方が長ったらしくなって、長ったらしいものは英語は後ろに回すというね、そういう嫌いがあるからですよね。確かにこの A の例文、The Danger の後ろにオブイカがくっついて長いですよね。B の方も、これ、ゾ o ズの後ろに関係代名説がついて長くなったから、まあ、とも言えるんですけども、以前第5話で説明した、あの、情報構造が絡むことが多いんですよね。 素直に多動詞 A、全知詞 B の語順の時は A の方が旧情報、B の方が新情報ということですね。普通新情報は文末に回しますから。でも A の方が新情報って場合もありますよね。そういう時に今のような全知詞 B が先に来てしまうということでしょう。しかも新情報ということは相手がね、聞いてすぐに分からないね、新しいことというわけですから、どうしても説明したくなって言葉数が多くなってしまう。それが先ほどのオブイカとか関係代密接。まあ、すなわちそういう就職語が後ろにつきやすいっていうのも一つの新情報のね、特徴という えましょうとというわけででこここのところもですねお前に家督を譲るんですが To you の方前に持ってきたのはこれもちろん信長が、ね、弟に向かって、えー、手紙を書いてるわけですから「YOU」が弟信行であることは100もね承知なわけでそれよりはこの家督っていうものの方がね重、えー、要法として重要じゃないですか何を譲ってもらえるのえ家督それだったら行ってみようかなみたいな気にさせますからね。<music> 1552年、天文21年、父親の信秀が没したという話を第7話でやりましたけれども、えー、家督を継いだのが、うつけと呼ばれていた信長。うつけが後継ぎそりゃ、ついていけないって思ったのが、鳴海上司の山口典嗣親子、今川に寝返るんですよね。 そんな段階で今川から攻められたら溜まったもんじゃない。ましてやね、えー、西から斉藤に攻められたら挟み撃ちになってしょうがない。というわけで、これも第8話でやった斉藤道さんとお正徳寺で会見した。これが会見の一番のいいだったと思うんですよね。さらにこの段階では信長は終わり一刻もまだ統一が果たせてないんですよね。内にも外にも敵がいた内遊外観というわけです。 えここに1554年織田信友を殺害なんて書いてありますけどもこの「大和の神家」えー、ってありますけれども信長の,その織田家っていうのはもう本当に同じ織田家の中でもね下の下の下の方だったんですよね。 当時の終わりは北と南で別々に支配されてたんですよね。えー、北を支配していたのがこの岩倉城市の伊勢の神家という織田家。一方、南半分が清須城の山和神家だったんですね。えー、で、この二つを本家としますとですね、それ以外のこっちの文家の方、例えばこの稲葉の神家、あるいは壇上の中家あるいは東西門家、えー、これはね、えー、三部行と言い,いまして、本当に下の方だったんです。で、信長ってここですから、いわゆる壇上の中家ね、えー、したがっても本来だったら終わりなんかを統一するようなね、家柄ではなかったけど、 ですよねそれからなぜそもそもね、えー、この織田家も二つに分かれていたのかと言いますと、これは遡ることの応仁の乱がきっかけです。織田家はもともと芝市の家臣だったんですよね。芝、えー、というのがね、まい、あ、わば今の県知事にあたる守護という役職にいまして、その下にいるのが守護代といいまして、織田家はば市の守護代だった。 ああところが、その芝氏が家督争いをするんですよね。えそして、応仁の乱に乗じて、芝義俊という人が細川方につき、芝義門の方がね、山名総然方についた。だこれがきっかけでね、織田家も二つに分裂しちゃうということになったわけですね。 とは言いながら、彼らはやっぱり名門ですからね、えー、こんなね、えー、文系の連中がね、のさばってるのはたまったもんじゃないってわけで、虎視眈々とね、えー、その地位を狙っていた。えー、ましてや、この信長といううつけがね、今度の新しい党首じゃあ今がチャンスだと思ってたでしょうね。えー、そして、えー、この弟の信行なんですが、もちろんこの土田御前または土田御前とね、えー、との間に生まれた、まあ本当の兄弟なんですけどもね、えー、でもやっぱり弟の方がですね、まあ普段からこのお母さんにか愛がられたってこともあるでしょう。しかもちゃんと学問もね、授けられ、いわゆる 文学文にも長けていたしから先ほどの父親の信秀の葬儀の時もね彼はきちっとね下見なりでもって座っていたなんて書かれてますからねだから家臣から見ればねやっぱこっちの方がね、えー、後継ぎとしてふさわしいと思ってたんでしょうね えー、そんな一人にこの柴田勝家とか、あるいは林道勝なんかがいたわけですよね。えー、彼らが結局、信之の方についちゃって、なんと7000人、対するね、信長はたったの700人、えー、なんですけども、でもこのいわゆる異能の戦いってやつは、なんと信長の方が勝つんですよね。700人といえどもね、これも前あの三元半の槍の時に説明しました、ああいう自分の精鋭部隊、普段から訓練してる自分の言うことを聞く連中ね、ああいうのを連れてったんでしょうね。おそらく後の置き狭間についてきた連中もそういう連中だと考えられますね。その際 に負けたというかね、えー、対して信之の方はですね何を決めるにもいちいちこうした人たちの意見を聞かなくてはいけなくて時間がかかるんですよね、えー、そうこうしているうちに柴田勝家はですね、えー、この弟の方にね愛想を尽かしてそして信長に魅せられていく、えー、それが証拠に2年後信之または信勝とも言いますけども、えー、再び信長だと画策した時にまたこんなことを考えてますよっつってねそっと信長のところにちくりに行くんですよねもう一人のこの林道勝はですね、えー、これからだいぶ経ってからあの時お前は弟 弟の方方にに味方したなんんて、ね、急に断崖されるんですよね、まあ、それままたいずれれれやりますけれども、えー、それからですね信行がなんで2回目のね打倒を考えたかそれはあーこの舅の斎藤動作がですね子供の義辰に殺されてしまいますそしてね義辰はこの反信長派になるんですよね、えー、それに応じてこの信行と義辰がこうつるんでいたという噂があり、えー、なんと弟信行はこの岩倉城の伊勢の神家ともね、えー、つるんでいたということもあったもんですからもうこれ以上は放っておけないということで、えー、自分が病気だと嘘をつき 見舞いいに来いと誘ってそしして殺害したあという今日の場面に及ぶとということですね、えー、その後、信長はこの伊勢の神家もね、えー、せめて晴れて終わりを統一しますがあ、ところがその後一難去ってまた一難、例の今川義元がいよいよ動きを見せるのでありますが、それはまた次回のお楽しみ。<laughs>